皆さんこんにちは思い通りに生きられてますか心に移りゆくよしな仕事をそこはかとなく語ります渋谷天間のサウンドエッセイです今日はですねレンジレンジと言ってもチーンではないですまあそう思って括弧範囲と書きましたけれどもこの間もお話ししましたが 何か生きてる以上便宜として目標,や目標やゴールこれサブゴールというか小さい目標があって大きな目標があったりとか最終的にここにたどり着きたいとか1ヶ月の計画もあれば10年計画とかいろいろあると思うんですけれどもあるいは死ぬまでにこれできたらいいなとか。 大きいものから小さいものから実現不可能なもの不可能かもしれないようなものから自分の、えーまあ、毎日のデイリーの、えー、日課のような、えー、やりたいこといや希望や夢やいろいろ皆さんおありだと思うんですけども少なくとも私はあるつもりなんですがその時にですね実現可能かどうかっていうものがたまに考えるんですね。 で実現可能かどうか分からないものを僕の場合は追いかけてたことが多いですで分からないものはとりあえずやってみようとこっからは正確によりけりだと思うんですよね日本人ってて国民性性としてどううやら心配性のようですですから貯蓄率が高かったりするんだそうなんですがまあ確かにまあでも、えー 備えあれば憂いいなしという言葉もありますんで、ね、あの、まあ、そういうものが安心感につながるんであればそれもいいんだろうなと思うんですが僕の場合はちょっとどっかネジが一、まあ、本どころじゃないですよね、まあ、多分何本か落っこちてんじゃないのかなっていう、まあ、この表現自体が古いと思うんですけどあのなんかちょっとこう楽観的というかですねうんなんかこう 思っちゃったらもうもうもうそっちの方向にずっと注意が向いてしまって完全にダメだということがわからないと止まれないような部分があるんですね。でこれは困ったもんです。冷静に考えれば、まあ、よくメンタルって言いますよねメンター。まあなんか誰か人生のしお師匠さんみたいな人がいれば「君ね」って。 渋谷君ね君はこれまともに考えて普通こうこうこうでしょと今考えてごらんなさい見てごらんなさい今の状況をこうそれを見たらまずはこんなことは難しいでしょってできないとは言わないよでも難しいでしょってよく考えた方がいいんじゃないのそれよりも今の君だったらこういう選択もあるんじゃないんですかみたいな。 ことをもし言われたらそういうふうにしてたかもしれないですね。あの話ちょっとそれますけど、中国でね、よくあの、まあ、感想学的なものの一つだと思うんですが、耳が柔らかい人っているじゃないですか。耳の硬い人って本当に硬いんですよね。それこそもう骨,が入って、まあ、骨もあるんでしょうけど、軟骨があの本当に骨みたいにカチカチの耳の方もいらっしゃるんですよね。で、 僕はその反対なんです。ぐにゃぐにゃなんですぐにゃぐにゃの耳って人の言うことをよく聞くんですって <laughs> 聞き分けがいいんですってですから僕は割と人の言うことを聞きますねあのい聞くっていうかまあ意見を、えー、取り入れるっていうことはしますねまあもちろん自分でも考えますけれどもまあでもどうなんでしょうね自分のそれも、えー、意思に反してたら違うのかもしれませんが まあそんな風に楽観的だとその自分のやれるかどうか分からないような範囲のところを行ってしまうんですね。でこれが成功するしないのを分けるところだと思うんですねこのレンジというものは。自分のテリトリー例えば今あなたが部屋にいたらトイレに行くっていうこの コミットトメントこの目標は多分簡単に達成できると思うんですよ。でもそれが何でしょうね例えばアメリカ大統領に将来なるぜこれ、まあ、国籍変えたりとかすれば可能かもしれないですけど、まあ、あるいは宇宙飛行士になるぜ非常に確率下がりますよね。あるいはなんか誰かとなんかすごい有名人と結婚するとかこれって何で 実現しにくいかというと自分のレンジから外れてる可能性が大きいわけですね高いわけですねですからこのレンジっていうものを意識かなり意識してで自分のこのレンジの中にあるんであればもうそれは達成可能でありますから、まあ、そのレンジの中にないにレンジ内にあるのかないのかっていうところがまず 目標を定める時の一つの目安にもなるんじゃないだろうかと50を過ぎて <laughs> やっと分かってきた今日この頃の渋谷天まであります。というわけで皆さんの夢が全部叶いますように。